私の夏の思い出はプールなんですけど、私が泳ぎが得意方ではなかったので、いつも夏休みお姉ちゃんとプールに行って教えてもらってました。と少しは泳げるようになったんですけど、まあ、ちょっと今も頑張ります。私の夏はトウモロコシです。私のおばあちゃんが夏になるとトウモロコシを私の実家に届けてくれるので、お母さんと一緒にそれを食べています。とても美味しいです。以上、リオでした。私の夏の思い出は水族館です。私は毎年夏になると家族と一緒に水族館に行くんですけど、なんか水族館、夏って暑いじゃないですか。でもやっぱり水族館に行くと涼しい気持ちになれるし、なんかお魚とかがすごいカラフルで綺麗だったり、あの雰囲気がすごい大好きで、私は水族館だなって思いました。こんにちは、20のりくです。はい、私の夏の思い出は夏休みです。夏になると本当に夏休みすぐ思い出すんですけど、学生の頃に夏休みになったらもう友達といろんな遊ぶ約束とかして、プールとかあと旅行に行ったりとかして、すごい楽しい思い出をいっぱい作ることができたので、夏は夏休みがすごく思い出に残っています。私の夏の思い出は花火です。毎年家族と友達と花火をしたりとか、花火大会を見に行ったりしてたので思い出として残っています。いつかメンバーと一緒に花火ができたら嬉しいです。私の夏の思い出はラジオ体操です。小学校の低学年の頃に夏休みに毎朝ラジオ体操に行っていて、毎日行ったらスタンプを1日1個もらえるんですけど、そのスタンプを全部集めてお菓子をもらって喜んでいた記憶があります。以上、まゆかでした。こんにちは、20のりまです。私の夏の思い出は夏休みの思い出なんですけど、私が通ってたインターナショナルの学校は夏休みが3ヶ月もあるんですよ。すごい多いんですけど、しかも宿題もないんですよ。だから家族でいつも毎年旅行に行ってました。その旅行先ではドライブをしたりとか、お家でずっとリラックスしたりとか、いろんなことをして毎年同じ風に夏休みを送ってました。以上、夏の思い出でした。バイバーイ。こんにちは、20のりんです。私の夏の思い出はかき氷です。私はかき氷が大好きで、小学生の頃にかき氷機を買ってもらって、夏休み中にお家でいろんなシロップを買ってたくさんかき氷を食べた記憶があります。以上、みぎでした。バイバーイ。皆さん、こんにちは、20のニナです。夏の思い出って言えば私は海です。よく友達や家族と一緒に海に行ってたくさんの思い出を作ったので、それがやっぱ一番かなと思います。皆さんはどういう思い出がありますか？